佐賀県は原油価格や物価高騰対策を主な柱として事業者への支援金などを盛り込んだおよそ43億6000万円の6月補正予算案を発表しました。 佐賀県によりますと6月補正予算案はおよそ43億6000万円で新型コロナウイルスやウクライナ情勢によって影響を受けた県民や事業者への支援費用としておよそ31億3000万円が盛り込まれています県内の私立幼稚園や定時制高校などに対して給食の材料費にかかる高等分の補助費用1億6000万円のほか 原材料や原油などの値上がりで収益が悪化した個人事業主に対して15万円法人事業主に対して20万円の給付金支給などのためにおよそ17億9000万円が計上されています補正予算案は来週9日からの6月議会に提出されます